こんにちは、ゆうです。バズワードのお時間です。はい、今日誕生日の方、ありがとうございます。はい、お久しぶりのパズワー動画ですね。はい、今日ムカキン、サバカ、シバリマル、お久しぶりにやっていきたいと思います。はい、3日間ですね、金、土、日と、応援してくださった方、ありがとうございました。生放送ね、はい、いろいろありましたが、はい、無事にやり遂げたということは、この経験にもなりましたし、はい、応援してくださった方々にも、はい、本当にありがとうございます。でしか言いようがないですね。はい、それでですね、このアカウントもね、残りあれか、10億が、今週ですね、今11月12日あの撮影日なんですけど、今週で終わるということで、まあ、そちらの動画も撮っていきたいなと思ってるんですけど、こちらですね、魔法石10個大感謝祭アナザーじゃないアンケートのスーパーゴッドフェスが来ております。あとディズニーイベントガチャも来ております。僕ね、その残念ながらディズニーをほとんどご存知なくてですね、はい、ご存知ない、自分で言っていくスタイルね、はい、ご存知ないんですけど、アンケートスーパーゴッドフェスにね、こちらです、僕メインアカウントでよく使ってるバーテンダークルトがいいのとですね、まあこちらも強化されたんでね、はい、あとは、こちらですね、1体しか持ってないですよね。1体しかないんで、フレンドさんにお借りしたり、汚い話とか、裏側話すのも自分で出したりしてるんですけどね。まあ、そういうのもあって、しかも V 破壊も追加されたということで、で武器にしても別に全然問題ない。はい。全然問題ない。もう満体ですね。はい。もう満体だったりするし、最新フェスゲームもあったりもするんで、ここら辺のキャラがね、もう全然パワーアップされたということで、全然パワーアップというか、まあ、パワーアップされたキャラも多いんで、こちら、狙い、第一希望が、バーテンダー黒飛び。第二で、黒飛び。で、第三が、とりあえず、最新フェスゲン。それで、よろしくお願いします。はい、ユーザー情報、101個の喜びです。はい、101個の喜びで、10回弾けるんで、10回中、第3があれ、ジントニック持ってなかったんですよね、確か。ちょっと待って。意味わからんこと言ったから、弾くタイミングがね、わからなくなってきて。それでは、まず1回目行きましょう。単発でね。はい、これ終わったらっていうか、終われなきゃお話にならない姉ちゃん。はい。姉は、結構お持ちですね。結構持ってらっしゃいますね、このアカウント。この巣で3匹勇気を出します。おぉ。ありがとう。よし。では2回目ですよ、2回目。はい。固まらなきゃお話にならないんですよね。固まる以前の問題でお話。ちょっと待って、これってあれですよね。流刑士、流刊士ガチャ。1体目って何？1体目はザリ、プラリネ持ってなかったっすよね、ほんま。ちょっと録画画面がね、不十分で、ちょっとちょっと消えちゃったりするんですよね。てか、録画できてんのこれか。よかった。プラリネのなんで、はい。まあいいでしょう、全然。それでは2回目ですね。3回目ですよ。3度目の正直って言いますからね、はい。おし！ほら！これは、黒飛び系列か。すげえ見ますよ。あらあらあらら、黒飛び系列ってバーテンダー黒飛び系列ね。めっちゃおるんよね、僕、これ。ループできます。はい。それでは、あと、7回。あと、今、4回目ですね。4回目ですね。はい。はい。美味しくなーれ。はい。おー。
ほんま、これで、美味しくなあれ出たら、僕、ほんまに、どなたやったっけ？確か、おぉ！人気に物語 BGM セット、ロードトゥレジェンド、グロリアスさん。マジで？ブレン？マジか。これ多分実装当初はめちゃくちゃ欲しかったっすけどね、僕。狙い撃つぜ！ちょっと似てますね、あのダブルオーガンダムの。もう次ガンダムコラボ来たらあれやわ。ミールとライル、あのロックオンストラトス好きなんで、僕欲しいっすね。はい。全然関係ない話しますが。それでは、それでは、6度目の正直ちゃうわ。あと5度目の正直行きましょうか。5回目が基本的に出る確率が高いと言いますが、ちょっと固まるね、固まるね、ほんま。ちょっと喉乾いた。ごめん、一瞬僕ね、毎回言ってるんですけど、喉乾いた時に、ごめんなさい、ちょっとまた画面落ちるもん、ほんま。喉乾いた時にね、これ飲むじゃないですか。毎回僕これ、こういう、こと起きるよねっていうのがちょっと頭よぎったんですよね、今。めっちゃよぎったんですけど、そのよぎった通りの答えですね。パズドラ Z の BGM セット、天空竜の聖域、バトル天地、雷鳴、雷道。よぎったね、やっぱり。はい。エヴァボルブウィング。はい。よぎったわ、今。ほんまによぎった。ほんまによぎったところで。よし。はい、はい、いやこれもちょっと、これちょっとよぎらんかな、あんまよぎらんかなですよね。はいはい、なんとなくよぎらんかったね今。はい、でもサレーネはね、もうほんま武器、まあ自前でサレーネ用意できると思ったら、あとはまあ最悪ね、交換玉にできるんでね、はい、で言い聞かせてます。はい、私に言い聞かせております。はい。心に言い聞かせております。はい。ちょっと、これちょっと、狙い、ビジネス、今ちょっとホットなんですけど、コーヒー飲みましょうか。喉乾いたわ。ほら、喉乾いたに反応して。おー、くしょー。動くなて。いや、発言って話、ミナカですよね。こっちをなってるんちゃいます？警戒、流走、乳白。いや、でも、水属性、でも、おことでしょ？これ、ミナカのおこと？おことって言うんかな？これ。おことって言うけど、いや、でも、これは、ちょっと、あれやね。これは、よろぎないじゃなくて、これは全然いいっすね、ほんまに。木を、水に、光を回復に、似たの間回復に回復。黒飛び、強化できるんちゃう？喉乾いたわ。はい。OK。喉乾いた。めっちゃ乾いてるもん、感じ。カマキに皮切ってるよ、今。わぁ。竜が如くドロップ出たやん、これ。マジか。シンクロ覚醒したんでしょ？これシンクロで何すんの？全パラ強化？喉乾いた。ちょっと待って、喉乾いた。喉乾いた。乾いてるよ。めっちゃ乾いてる。乾いてるよ。めっちゃ喉乾いてるよ。ちょっとありなんじゃないですか。ここ、ヒカー結構充実してるんで。UI 少女ラスのドラマ、全然、これ、あれか。これちょっと何バゲ ?36! 最大。ゲットしてバレるからやめて。さあ最後も喉乾いていきましょう。喉乾いた。喉乾きましたね。乾きに乾きってる。
ごめん、ちょっとね、ホットで今入れたてなんで、乾いて、なんぼ乾いた言うても、体も熱いんすよね。で、乾いた。潤してガチャ結果で、うわ、なんか、決まって出たんやけど、決まんね、なにこれ。ビートロイヤー。あ、リダチェンなんや。キキ、水？昆虫帝王。虫キングか。虫キングか、カタパルトタートルみたいな感じのやつこれ。まあ、バンバン、リーダーチェン武器は、ない、なかった、そう、マーベルクラブの中の僕、その、チン作りながらリーダーチェンするやつのフォックスみたいなやつしかいなかったんで、あり、じゃあ、ありなんかな、ビートルトランススポート。それでは、まあ、結果見ていきましょう。はい、こちらですね。結果がこちらでございます。ネイちゃん、プライネ、美味しくなーれ、狙い撃つぜ、パズドラ Z コラボ、されーね、おこと、豪天、ドラマー、虫キングでしたね。これ言うて怒られるかな、こんな紹介の適当な仕方、怒られるかもしれないんですけど、でも、Z が出たのはね、Z と10、5.、110の5、110のじゃなくて、そこは嬉しいですね。でも、これはね、でもほんまちょっと、まあ、美味しくなれループできちゃうのも、どうなんすかね。美味しくなれループ、個人的にありなんすかね。どうなんでしょう。じゃあ、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。最後に。皆さんのガチャ運もこうなることをお祈りしております。はい。あとは、10億ですね。10億の壁は、ちょっと動画、どうしようかな。ちょっとまあまあ超えてはいきたいと思うんですけど、一応ね、挑戦したことは証明したいんで、証明というか、まあまあ挑戦って、まだしてないんで、ちょっと次、動画撮っていきたいと、は思っております。はい。で結構むずい。いや、でも今だったら簡単なんか。結構、そうか、オメガも、大地持ってるんで、大地とオメガも持ってるんで、大地でなんとかいけるか。そうですね。はい。美味しくなれ4体でいくか。封印体制ないけど。はい。それでは、今回の相手は私と美味しくなれでございました。じゃあ今回の相手、締め方ボケようと思って忘れるっていうの全部抜けるというね。はい。今回の相手は私、言うと、でした。よければ動画の感想や、皆さんのアンケートゴトフェスの結果と、今更ですけど、あと、毎日ね、無料で配られてる、フェス券の、お湯加減というか、お加減とか、はい。とかと、あとは、こんな編成でクリアしましたとかね、10億の壁を乗り越えましたとかね、コメント等々いただけると嬉しいございます。はい。それでは、本当に久しぶりのパズドラ動画で申し訳なかったんですけど、最後に見てくださってありがとうございました。よければ、概要欄の SNS 一覧、何かお気に召したものがあれば、フォローしてくださると嬉しいです。あとは、動画の評価、よろしくお願いいたします。もちろん、チャンネル登録までの方は、ポチッと押してくださると嬉しいです。それじゃあね、バイバイ。